どうも、ケイシーです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちら、ショートライフというゲームをやっていきたいと思います。こちらは、11月14日に基本プレイ無料で、リリースされましたゲームになっていて、ストアページの、紹介動画を見て、かなりバカゲーっぽいっていうところで、ダウンロードしてみました。で、こちらがタイトル画面なんですけども、基本プレイ無料なんですが、ゲーム内課金である程度プレイするステージですとかが開放されるようになっているようです。で、今、設定の方は、音楽だけ切ってます。もうこれしか設定項目ないので、音楽と、効果音の項目しか設定はありません。それと、コントローラーで一応左右移動としゃがむことは、Xbox のコントローラーでもできたんですが、ジャンプがどうしてもコントローラーではできなくて、キーボード操作も、WASD で移動できるんですけど、ジャンプだけはカーソルキーの上、キーボードのカーソルキーの上になっていて、基本的にはカーソルキーだけで移動とジャンプをするようなゲームのようです。片手操作は可能です。では、プレイしていきます。で、レベルが、いろいろあって、レベル1から、順番に、全部でレベル40まであります。そして、キャラクターも、今このキャラクターなんですけども、解放すると、まあ、普通にキャラクターいるようです。それによって何か変わるのかはちょっとわかりません。では、レベル1やっていきましょう。このゲーム基本的には障害物を避けながら、右に進んでいくゲームになります。かなり、グロテスクな表現もありますのでご注意ください。まあ、動画の方ではあまりにひどいところはモザイクかけようかと思ってます。なんか動きがかなり。なんか重心がかなり後ろに寄ってますよね、この人。はい。進めます。後ろに下がって。危ない危ない。ゴールじゃないんだ。踏んでいいもんかと思ってた。あらら。越えられない、越える。ジャンプオーバーか。これは何？これは触れていいの？落ちてた。おお、まともに階段を降りれない。これがゴールか。はい、レベル2。ジャンプオーバー。で、危ねえ。おーおーおー。
いい位置からジャンプしなきゃダメってことか。はい。こっから。OK。あんま変わんない気がするけど。ストップ。おー、ちょい。そんなこけ方する？何の音？ああ。これはジャンプできないよね。危ない危ない。OK。はい。あ、そう。マジか。まだレベル2だかな。OK。危なかった、今。よしよし。ジャンプでこい。This way。おっそ。これ使ってなんかやるんじゃないの？乗りたいの乗れない。じゃあいいか。ジャンプ。危ねえ。これ何？なんかよくわかんないけど、スターが一個取れなかったけど、ゴールしたからまあいっか。はい。レベル3。はい。広い公園のようなところに来ました。ん？これどうすんの？あ、わかったわかったわかった。嫌な予感がする。そんなことはないか。ダメだった。星取ろうと思った。はい。こう。なんかしゃがんだ時とかに非常に進みすぎたりする。危ない。
んじゃない？いいんじゃない？いいんじゃない？あー、ほんとだ。ストップ、ストップ、ストップはやばい。大丈夫か。あ、そういうことも、その先にある。あら、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 あら。おー、どこまで行く？はい。あ、あら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 、あ、ゴールゴール。よいしょ。レベル4。はい、今度は建物の中ですか。いきなりなんだこれは。おう、おう、え、もっと上行ける。ほら、なんか爆発しそう。これで上か。そういうこと。お？お。飛んできそうだ。あー、飛んできちゃう。あ、生きてるの？ちょ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 。生きてんの？やばいやばいやばい、これは。はい。こう。生きてるの？生きてるの？生きてるけど、ちょっとこれやばいね。ロングジャンプ。ジャンプできないんだけども。はい、さようなら。なんで、あ、ちちちち。ちちちちち。あれ、止まっちゃった。えい。オッケー。サッカー少年。ゴンジャンプってどんぐらい？ほっ。全然ダメじゃん。え、どうやってロングジャンプするんだ。とりあえず、ジャンプ。あ、最悪。なになになに、なんで、なんで、なんで、このダメ。はい。はい。あー、全然ダメ。え、てて。ああ、やってもらった。じゃーん。全然ダメ。はい、ということで、今回はレベル3までしか、クリアできませんでしたけども、どうでしょうか、このちょっとグロー表現があれなんですけど、無料で生きるゲームなので気になる方は。ぜひダウンロードしてやってみてください。確かダウンロード容量も100メガちょっとぐらいだったと思います。はい。それでは、今回はこの辺にしたいと思います。この動画を気に入っていただけましたら、高評価のクリック及びチャンネル登録をお願いいたします。それでは。